左の選手によるアキレス腱固めの片足座。右の選手は内向き等ホールドで対抗。アキレス腱固めの一種片足座複足。アキレス腱固めは、主に総合格闘技、三歩、プロレス等で使用される相手のアキレス腱を絞る関節技の一種である。柔道技に足座という名称で存在したが後に削除され、禁止技となり、柔道系の中にも見られなくなった。 英名ストレートフットロックなど、別名アキレス締め。樹の片足を腕で抱え、手首の骨の硬い部分を樹のアキレス腱に垂直に当てるようにして、体ごと反り返るように極める。一般的には樹のアキレス腱を骨で圧迫することによって激痛を与え、それにより屈服を強いる技であり、関節構造を破壊するものではない。ただし、人により技のかけ方が、 かなり異なる技でもあり、極まる部分は人それぞれである。例えば、足首を脇で深く抱え込んでねじり絞るやり方では、アンクルホールド同様足首が極まる。アキレス腱ではなく、外くるぶしや内くるぶしなど骨が、皮下に露出した部分を強く圧迫することで激痛を与えるやり方もある。難しい技であり、人のレベルや筋力によっては、無抵抗の相手にかけても、 全くかからない場合もある。それぞれ実際にアキレス腱を断裂することはまずない。しかしアキレス腱への圧迫という得意な刺激に慣れていない選手などに対して一瞬でタップを引き起こさせるなどの効果があり、総合格闘技においても時折決め技となるケースがある。手の組み方はもう一方の手で手首を掴んだり、もう一方の前腕を掴みもう一方の手で、 相手のすねを押さえたり、自身の上着の襟を掴んだりする。ブラジリアン柔術では、国際ブラジリアン柔術連盟、国際柔術連盟ともに、ティーン以下では禁止技である。片足座は、樹の片方の足へのアキレス腱固め。スタンディングアキレスホールドスタンディング。アキレスホールドは、樹は仰向け、鳥は立ち姿勢の片足座。釣り上げるように極めても良い。 片足座複足片足座複足は、鳥の外側の足で樹の腹を押さえての片足座。ブラジリアン柔術では、国際ブラジリアン柔術連盟、国際柔術連盟ともに、樹の腹付近に置く鳥の足が、樹の体の中心線を越えると失格となる。片足座弁片足座弁は、樹はうつぶせ、鳥は立ち姿勢の逆片エビ固めの形の片足座。記録映画。 柔道の神髄三船十段で、足座の名称で演じられている。別名裏アキレス剣がダリバースアキレスホールドリバースアキレスホールドは、うつ伏せの樹へ鳥が、両膝で樹の右膝を挟み受けの右足甲を右肩に、当て両手を組んで、右手首ないしは、右前腕を樹の右アキレス剣に当てて、腕座腕肩のような形で極める肩足座。鳥は仰向けになって、 呪の足を伸ばす形と、鳥は座って、呪の足は曲げる形がある。別名裏切り、裏アキレス剣固め。裏アキレス剣がため裏アキレス剣固めは、アキレス剣を抱えたまま鳥が反転しうつ伏せになって、極める片足座。呪の体が反らされると極まりやすく、うつ伏せでは丸まることが難しいことや、この技の方が呪が抱えた足を蹴って脱出することが困難になるため、 より極まりやすい。トリがより極まりやすい。この技を狙うのは定石である。近年では、アキレス剣固めと表記されることが多い。レッグロック、アキレスホールドレッグロック、アキレスホールドは、樹の両足を交差させての片足座。両者に姿勢を向けで右腕で樹の左足に、片足座の基本型を仕掛け、樹が右足で蹴るなどして抵抗してきたら、 左手で樹の右足を持って曲げて、樹の左足の上に乗せ右足を、樹の右足首あたりに乗せ、左足を、樹の両足で作られた三角に下から通して、樹の両足をロックし、両手をバームとパームに組んで樹の左足に、片足座を極める。右肘を床につけるようにひねりゴムと、左足首だけでなく左股関節、右膝関節も極まる。膝押し。 アキレス腱がため膝をし、アキレス腱固めは、膝で相手の膝を押しながらの片足座。相手の左アキレス腱に、右脇で片足座をかけようとしたら、相手が左足を伸ばして抵抗してきたとき、右膝で相手の左膝裏を押して、相手の左足を曲げて、片足座を極める。両足座は、樹の両方の足へのアキレス腱固め。樹は仰向け。 鳥は立ち姿勢の両足座もある。両足座複足両足座複足は、鳥の両足で樹の両足を外側から挟むようにして、両足で腹を押さえての両足座。両足座弁両足座弁は、樹はうつ伏せ、鳥は立ち姿勢の逆エビ固めの形の両足座。この技は新日本プロレスの道場にて、裏技の一つとして、プロレス専門誌でも道場練習の公開の際に、 名称なしで触れられる程度であったが、q UWF で決め技とされたことから注目を浴び、さらに1986年2月6日のアントニオイノキ VS、藤原義明戦で、藤原が初期にかけた際に、極め方が微妙に違うと発言したのを受けたのが、この技の流行の極致とされる。なお、アキレス腱締めを、専門主等を賑わせた講師となったのは、 クラッシュギャルズが結成後に初挑戦した和は世界タップ王座戦前にチャンピオンであった大森ゆかりが空手の蹴りを得意としたクラッシュへの防御技として習得をアピールした際である。リングスのボルクハンが得意としていたクロスヒールホールドはアキレス剣またはひねって膝を攻撃する技である。ありがとうございます。